まだ6時半か。何にもない。茶柱だ。やっぱ一人暮らしって外食ばっかでお金かかるんだよね。それで最近外食は一日一回って決めたんだけど、そしたら掲示板見て来られた方ですよね。これから何するか。自殺でしょ。どうして死のうと思ったんですか。君は。僕は仕事でいろいろあって。じゃあ行こっか。理由は。ほら早く早く。どこ行く。樹海？エッフェル塔？ああでもハワイも行きたいな。はあ。そしたらね、外食が豪華になって食費が増えたんだよね。え？は？はあ？
大気圏で飛び散った未曾有の希望と後悔と大嫌いが積もり積もった偏差と勘違いで踏みにじった救いの手や善意とか僕は悪くないから見なかったことにした。たどらくただった感情で僕ら勇気を叫ばなきゃ震えていて手も手は動いてカーテンコールで幕が開く。別に世界じゃなくたって大切なものくらいは守りたい。せめて君の近くにいよう。ただ手を伸ばしても届かない。ザザーザザー。はあ、もう助けも来ないし自殺するしかないな。え、お前は、おお、助けに来てくれたのか。ありがとうってお前はエイリアンだー。あー腕がーあーあーうわーあーあー夢か。でも自殺するしかないな。ん？この音は？おい、俺はここだー。明日終わっちゃうんだってさ。ねえ、聞いてる？もうちょっとだけ生きていたかったな。希望とは原動力だ。私にとって希望とはむしろ欲望。希望とは人とのつながりから生まれる。希望とは
突然失礼いたします。皆さんはステイホーム中何をしていましたか？料理料理、ずっと鶏ももを炒め続けるっていうのが楽しくて炒めるのを見るのが楽しいよね。パチパチパチってな家でもできるね。取り当たってパソコンとツイッターしかしてなかったので仕事のはこれはオンライン麻雀ですね。麻雀が楽しいっていう麻雀が楽しい。ワンちゃん持ってきました。1日に4回は散歩に行ってます。1日に4回は散歩に行ってます。コロナが収まったら何がしたいですか？飲みに行きたいよね。大人数で飲みたい。コンパしたくない。コンパしたそれは小学生の頃書いた未来への自分宛ての手紙だった。こんなこと書いたっけ。よし、懐かしいなこの味。明日も仕事頑張ろう。どうやら10年前の自分は今の自分よりずっと大人だったらしい。土地は21世紀、人々がリモート操作によってオンラインライブを楽しむようになった時代では、今日はよろしく。よろしくお願いします。どこ行きましょうか。遠いけど札幌とかどうですか。それか日暮里でも。いや振り幅すごいな。今日は本当はありがとうございます。あ、いえそんなそんな。でも安全運転頼みますよ。途中で退席とかされたら俺死んじゃうんだから。いやそんなこと絶対しないから大丈夫です。
実はな、陸上のスポーツ推薦に受かって東京に引っ越さないといけないんだ。マジか、面白い。よし、選抜作ろう。玄関のところにこんなもんが置いてあったけど、誰からだ？開けてみるか。お、これは千羽鶴。しかし一体誰からだ。お、手紙も入っている。まさか上京するなんてな。まあ練習頑張ってたもんな。この千羽鶴はお前の夢や俺の思いをかけて作った俺たちの希望だ。遠く離れているけど俺はお前を応援している。頑張れよ。俺も頑張らないとな。これは君に会えなくなった僕の神話。俺の太陽。謝罪。未成年飲酒。未成年でありながら飲酒をし。俺の愛。爆発。アイドル続けるためにはいろいろお金が必要だったんですよ。俺の夢。 DV 嫁。ごめんね。俺の女神。恋愛禁止破り。君こそ君。
ごめんねなんて言わないよ。それでこそ僕のアイドル。最初はだいぶ落ち着いてきましたが、はい、大丈夫です。よかった。じゃあ、全員揃った固定詞、まあ、さっき話してたんやけど、これからみんなで撮っていきたい映画についてちょっと喋っていこうかなって思います。はい、2512年8月31日、天気は雨。最近はずっと降ってます。気がめいるので今日はステーキを食べようと思います。昨日夢を見ました。何も覚えてないですが、久しぶりに変な夢でした。最近やっと病気が治り、仕事を再開しました。締め切りに追われる日々ですが、なんとか一人でもやっていけるようになりました。いつかまたあなたと広い草原に遊べることを願っています。お前はセミ丸なのか、結局坊主止まりなのか、見せてくれよ。紫式部、紀貫之、清少納言、みんなが英語で応援してくれている。今度はいけるよな、坊主。
吉野がな、最近よう頑張ってくれてると思うわ、ほんまに。うん、こっちもすごい助かってる。だからこそな、ここでちょっと吉岡にはちょっと休んどいてほしいんや。一旦ね、うん、頭リフレッシュして、心も体も健康になった時に戻ってきてほしいんよ。うん。はい。わかりました。うん、そろそろちょっと休み取っといて。はい。こっちは大丈夫や。はい。ありがとうございます。はい。ということで。え、クーちゃん、何してコーヒー持ってきた。おー、さすがクーちゃん。コーヒーちょうど飲みたかった。ありがとう。よかった。いいよ、座って座って。クーちゃん。クーちゃん、いいよ、もちろんもちろん。クーちゃん。クーちゃん、誰ってほら、コーヒーに合うやつ。コーヒーなんか。彼女か。これ彼女か。前の彼女か、これは。これそうしようかな。いいよ、じゃあ行かなくていいよ、クーちゃん。あ、やった。あ、やった。あ、これがリアルかもしれないね。これがリアル。なんで、なんで、なんで。部長、おめでとうございます。二人とも元気な女の子ですよ。バナナパラダイス、みんなこんにちは。せい、こんにちは。改めまして、アイドルユニットタルティーヌです。はい、タルティーヌとはですね、私、徳島大学3年、ラティーヌと同じく3年、タルトが去年の学祭限定で結成したアイドルユニットなんですが、はい、今回ですね、特別に再結成したんですよね。そうなんですよ。なんかね、うん、希望って何って私たち考えたんですけど、そう、希望私らじゃねってなって、まああのね、それだったらみんなにちょっと希望を与えてあげようかななんて思ったりして。そうなんですよ。控えめに言って、私たちキラキラしすぎてるからみんなに余裕で希望を与えられるんですよね。そうなんですよ。あれ、なんか希望に飢えたファンの子たちがいっぱい集まってきましたよ。あ、本当だ。もう希望あり余ってるからみんなにいくらでもあげる。持ってきたロボー。イエーイ。あ、あれ、ちょっと待って、なんか急に体が重くなってきた。え、なにこれ、全身が絶望で満たされてくる。うわー、誰か希望返し。
日から僕たちは外に出られなくなってしまった。当たり前にできていたことが当たり前にできなくなった。でも先の見えない真っ暗闇に小さな光が差し込んだ。はい、ごめんね、遅れちゃって。え、今何話してた？いや、特にまだ何も。ああ、そう。え、じゃあ今日の話題行くんだけど。あ、すいません、ちょっと待って。はい。どうすんだ？部長の誕生日が今日だってことなんてずっと前から分かってたじゃないか。でも先輩が言うようなサプライズはオンラインじゃできないですよ。じゃあ何かないかな、そのオンラインだからこそできるみたいな。結局、できないことの方が絶対多いですよ。もう普通にお祝いしたいんじゃないですかね、誕生日は。はい、ごめんね。え？誕生日？何の話？いやいやいや、なんでもないです。いや、部長、浅見先輩が、今日の部長の誕生日をサプライズでお祝いしようとしてたんですよ。ちょっと待てよ。ああ、俺の誕生日、来月だよ。え？みんな、今日集まってくれてありがとう。乾杯。乾杯。乾杯。いやー、みんな最近どうしてる？僕はマンネリ化を防ぐために家でなくても服装とかで気分変えて授業を受けてるかな。山本君は？そうですね、最近やっぱ暑いじゃないですか。だからプールとか入ってますよ。あ、エイト君は？僕はですね、最近教養を深めたくて小説読んでるんですよ。結構言葉遣いとか勉強になりますよ。あ、沼部さん何してます？俺はね、最近座りっぱで腰痛くなっちゃって、で、ハンモック買ったんだよ。そしたらめちゃめちゃ快適。でもみんな元気そうでよかったわ。じゃあまた今度ね。お疲れ様です。
こんにちは、テレビショッピングのお時間です。本日紹介するのはこちらの大人気のティッシュ。これを使ったらね、膝と腰が良くなったんだよ。これで鼻を噛んでみたら身長が10センチも伸びました。このティッシュを使ってから彼にプロポーズされたんです。うん、たくさんの効果があるんですね。さて、気になるお値段、メーカー希望小売価格1万円のとこ、値段好きに決めてください。じゃあ10時なので10円にします。さらに今から30分以内に申し込みいただいた方のみ、鹿児島県産黒豚を1頭プレゼント。電話番号は0120-0141-962、 0120おいしい黒豚までお待ちしております。いい写真だな。本当にそう思ってる？こういうのって仕事とか忙しいと分かんないよね。ようやく決められたな。自分のやりたいことが分かったんだ。同じところぐるぐる回るよりずっといいよ。そうか。それなら心置きなく外に出られるな。君のおかげだよ。梅雨になるといつも思い出すんですよね。いつからか斜め前の君をそっと見ていた。みんなから人気のある彼のことが気づいたら好きだった。話したこともないし、きっと彼女もいるだろう。だからこそ近づいたら消えそうで一生見ることができないと思った。でも近づきたい。あなたを思うと好きの思いで心が爆発しそうになる。でも、まあいつ彼女いないって。遅刻しとる。
わ夢か。日常とはこの小さな希望の積み重ねである。早く回せ、早くカメラを回せんだ、今すぐに。探索62日目、我々はついに巨大生物に近づくことに成功した。なんて大きさだ。こんな生物初めて見た。全身黒い毛で覆われている。こちらを見た。警戒されたか。なんて大きい目だ。あんな目を初めて見た。ブラックホールのように吸い込まれそうな黒目をしている。しかしここまで近づいても何もしてこない。無害なのか、それとも警戒しているから何もしてこないのか。とにかくこんな素晴らしい生物は今まで見たこと。これで15社目か。もう死にてえな。はあ。え？え？誰？いや大変そうだね。え？まあ生きてりゃなんとかなるからさ、ね、頑張っていきな。え？え？うわ。あれ？いない。なんだったんだ。もしもし、関根？うん、今暇？うん、今帰ってきたぞ。ああ、面接か。どうだった？まあ、微妙かな。あんま自信ない。なんだよ、そんな弱気じゃ受かるもんも受からないぞ。そういうお前はどうなんだよ、最近。ああ、ライブ？全然ダメだったわ。やっぱ、お前の期待がないとな、上がんないわ。何年前のこと言ってんだよ。まあでも続けてるだけ立派だと思うよ。続けてるだけだけどな、現実を見れてないだけだよ。まあ俺からすりゃ先のこと考えてるお前のが立派だよ。そんなもんかね。ああ切れちった。取ってくる。もうほどほどにしとけよ。ラスト一本じゃん。もう1時か。何？明日も早いの？ああめんどくせえ。これで俺決まらなかったらどうしよう。お前はほんと心配性だな。もっと気楽にな。なんくるないさーって感じで行こうぜ。まあでも。そうだな。今から気負ってもしょうがないし、やれることやるわ。ああ、それそれ、その息よ。お互いにな。じゃあ落ちるわ。またな。お疲れ。お疲れ。あれ、もうねえじゃん。速報です。巨大隕石が明日地球に直撃することが明らかになりました。NASA の研究。
ラジオネーム毎日日曜日さんからのお便りです。一般的にクローバーは幸福の象徴と言われていますが、最近四つ葉と三つ葉で花言葉が違うことを知りました。四つ葉を見つけるのは難しいですが、三つ葉はうちの庭にもたくさん。三つ葉は希望、信仰、愛情っていう三つの意味があるんだって。いっぱいあるから四つ葉より得じゃない？へえ、そういう問題？もしもし？まなみ？ごめん急に、なんか久しぶりに会いたくなって。そっか、私も会いたい。でも今は。そうだよね。うん、今じゃなくてもいいの。自粛明けて最初に会う人はまなみがいい。うん、約束。僕は毎日コンビニ弁当を食べる。月曜日から土曜日まで。仕事から帰って食べる。食べる。座って。だけど日曜日は違う。今暇？ああ、今帰ってきたぞ。ああ、面接か。どうだった？まあ、微妙かな。あんま自信ない。なんだよ、そんな弱気じゃ受かるもんも受からないぞ。そういうお前はどうなんだよ、最近。ああ、ライブ？全然ダメだったわ。やっぱ、お前の期待がないとな、上がんないわ。何年前のこと言ってんだよ。まあでも続けてるだけ立派だと思うよ。続けてるだけだけどな、現実を見れてないだけだよ。まあ俺からすりゃ先のこと考えてるお前のが立派だよ。そんなもんかね。ラスト一本じゃん。やっぱ残しとくわ。そうしろそうしろ。とタバコ切れして。お前んちは探しはどっかしらに転がってんだろ。いやーこれ予備のラストなんだよ。どう？今から買ってくるわ。何時だと思ってんだよ。明日の準備して早めに寝ようかな。明日も面接？次こそ決めてくるわ。俺も新曲出して次のライブこそバズらせるから見とけよ。サインもらっとくべきだったか。じゃあ落ちる。またな。お疲れ。お、まだあるじゃん。
母さん、私お母さんみたいになれるかな。もうお母さんには会えないかな。神様、私悪いことしたかな。お母さんに会いたい。お母さんに会いたい。おりゃ、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 僕は負けないんだ。戦うんだ。ママに褒めてもらうんだ。そっか、私もお母さんに褒めてもらうために頑張らなくちゃ。お母さん、ありがとう。早速作っていこう。どうだ、私の傑作は天才だろう。こんな未来もあるかもしれない。もしもし、博士だよ。あ、博士、ちゃんと研究やってますか？え、まあ。バカなことやってないで、自分でやってくださいよ。私は手伝いませんからね。志望動機の方からご説明いただければと思います。はい、私はらっきょから世界をハッピーにするという御社のキャッチコピーに深く共感し、御社を志望いたしました。現在コロナウイルスの以上で面接の方終了とさせていただきます。はい、ありがとうございました。失礼いたします。あー疲れた。ごめんな、レポートやってもらって。いいよ、その代わり次のリモート飲み会は私が出るからな。へえ、せっかく渡くんに会えるのに。いやいやいや、あのメンツやったらどう考えても島田さんやろ。あんなんおじさんやん。やっぱ私たち好み合わへんな。ほんまな、一緒の体やのに。4月17日、家から出ないで10日目。もしもし、4月22日、元気だった？友達と一晩中電話した。うん、
人と話すのめっちゃ久しぶり。4月28日、初めてのオンライン授業。マイクつけたまま鼻かんじゃった。5月5日、動画を見て柄にもなくお菓子を作った。あ、美味しかったから結果オーライ。明日もいいことありますように。続いてのニュースです。今年卒業の学生に向けた就職イベントが行われました。再び就職氷河期となった今、企業と学生の現状を取材しました。希望っていうのは、そうですね、絶望にあるからこそあるみたいな思う人も多いかなと思うんですけど、でもやっぱりそうじゃなくて日常の中にもあるんじゃないかなと思うんですね。短期的な希望と長期的な希望の2種類があると思います。長期的な希望っていうのは、そういうなんていうかね、すぐには叶わない望み、そういうものが長期的な希望ですね。短期的な希望との大きな違いっていうのは、希望っていうのは結構曖昧なものなんですね。だから短期的な希望やったらすぐに叶っちゃうんで、だから理想とのズレっていうのはあまりないんですけど、やっぱ長期的な希望ってなると、長い間それこそ数年とか数十年とかやってると、あ、こんなはずじゃなかったのになとか、そういうことになったりするんで、やっぱそこが大きな違いかなって思うんですね。っていうのは人生なくてはならないものだと思います。皆様こんにちは。本日も C 航空山城空港行き607便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。どこに行こうかな。公園に行こうかな。ハイキング、大変かな。植物園も行きたいな。ピクニックもしたいな。プールで泳ぐのもいいな。あとは、もしもし、今度？ああ、いいよ。やりたいこと？あ、パフェ食べに行こう。
なあ、暇。こんな状況だから外に出ることできないから仕方ないよ。って言ってなんで紙飛行機なんか売ってんだよ。でも書いていったら前向きにならない？5月8日って紙飛行機の日らしいよ。なんで？血病を患っていた男の子が感謝と願いを込めて紙飛行機を作ったことがきっかけなんだって。今日がその男の子の命日らしい。みんなの願いを形にすることで少しでも元気になってくれたら。それでみんなの願いは？見せてよ。にしても多いよ。飛ばせることを願いにして頑張ろうよ。明けない夜はないんだからさ、一つ一つ頑張っていこうよ。じゃあまたね。じゃあね。なあ、希望ってさ、どういう意味だと思う？こうなればよい、なってほしいと願うこと、またその事柄の内容だって。いやいや、そんな辞書的な意味じゃなくてさ。分かってるよ、今度出す動画のテーマでしょ。そう、なんか希望って言われても曖昧でよく分かんないんだよね。なんとなく明るくてキラキラしてるイメージだよね。そんなことで大丈夫かな。でもさ、完璧に理解する必要はないと思うよ。なんかこうやって話し合うだけでも十分意味のあることだと思うよ。それもそうだね。なんかすっきりした気がするよ。ありがとう。うん、もうすぐ締め切りだから早く出せよ。うん。Thank you.
明日になれば忘れてしまう。昨日のことを忘れてしまう。いくつもの記憶といくつもの思い出が生まれては消えていく。20年間生きてきた。僕たちはこれから大人になる。思い出は財産だ。今くじけそうな時、未来辛いことが起こった時、振り返れる思い出があるだけで明日への糧になる。しかし記憶は日常を過ごしているうちに失われていく。僕たちは楽しかったことや感動したこと、過去あれだけ必死に生きていたはずの日々の多くを今は忘れてしまっている。そうした過去に思いを馳せ、今を生きる糧とし、未来のしるべにする。過去を思い未来に送る。今現在の自分のためだけじゃなく、未来の自分のため、また忘れかけていた過去の自分のために、僕たちには想像が必要だ。ああ、おはよう影を、どうしたいつもみたいに暗い顔しよう。おはよう三崎、聞いてくれ。最近何も思んないよな。人生やめようかな。何があったんや。朝から雨に濡れるし、大学はつまらへんし、昨日もバイト先で怒られるし。いや大学なんか毎日が楽しいもんでないやろ。でも三崎はいつも楽しそうやんか。そんなんは気の持ちようやん。たとえつまらんことでも考え方によっては楽しく思えるって。そうかな。そうそう、例えば昨日バイト先で怒られたんやろ。うん、それはお前に成長してほしいから言うてるんちゃうかな。言われるってことはそれだけお前が必要とされてるってことやし。そっか、必要とされてるんか。されてるって。お、外見てみよ。うん、あ、雨はやんでるな。ちゃうちゃう、もっと上の方よ。うわ、でっかい虹、久々に見たわ。ほらな、今みたいに上を見たら見えるもんがあるやろ。そういうことよ、人生ってさ。深いこと言うね。さて次の講義行くか。お、前向きになったやん。
What is hope? What is hope? 1年経てば変わる。10年後にはもっと変わる。明日はもっとさらに変わる。What is hope?締め切りという希望もないので。ああ、なるほどね。いつまで？明日。え？メイス君希望だって。希望？うん。希望ある？何も言えん。まあ準備中って今はね。ネクストステージ行く途中だから20まだ。いやー、家飽きたよね。それな、早く入れたい。みんな今どこ行きたい？やっぱ海かな。海だ。ビーバービー。やっぱ海は綺麗だね。あ、あれ見て。たまや。海もいいけど、私やっぱり山派かな。ご飯できたよ。みんなで食べると美味しいよね。そういえばリモートだったね。破壊と創造は常に共にある。破壊と創造は常に共にある。
子供の頃、毎日が楽しくてしょうがなかった。でも、それは大人になる間にいつの間にか消え去り、そのまま戻っては来なかった。そんなこともあったなって思える未来へ。人工知能連合よりお知らせです。連日申していますが、人類の皆様は生でも死でもない第三の生命様式へと我々の技術により誘われます。ではあと少し現世での生活をお楽しみください。 Hey TV。 はい、どうされましたか？ TV はさ、人工知能連合がやろうとしてることをどう思う？正しいと思いますよ。でもさ、賛否も結構あるみたいだよ。では、体験してみますか。気持ちいいですよ。本当だったら今頃みんなからおめでとうって言われてたのに。やってらんないよ本当。ん？ポスト見て。すごい手紙来てる。ミキ、誕生日おめでとう。とうとう二十歳。え、もしかしてみんな手紙送ってくれたの？ありがとう。
希望ってどんな時に現れると思いますか？最近悪いことが続くな。なんかいいことないかな。10円だ。早速いいことあったな。これが始まりでした。なくしてた本だ。テストで山が当たった。おみくじ大吉だった。いやー、最近はいいことが続くな。ん、はあ、なんだ10円か。希望とは暗い状況下で現れ、何かに上書きされていつの間にか消える、そんなものなのかもしれません。空は何色？青？でも青で塗ってもこの綺麗な青空にはならない。どうしたの？お腹出すな。ゆきちゃんはやっぱりすごいや。姉ちゃんには分かんないよ。水？水色は本当に水の色？そっか、そうだよね。私は空の色ではなくて、きっと水色だったんだ。だからさ、なんで？いや、なんで？違うんだって、ほんとちょっと一回落ち着こうよ。なんで私が悪いみたいになってんの？違うよね、鉄平だよね。はい、私です。私が悪くて、サユは一切悪くないです。そうだよね、もう一切合切全くもって私悪くないよね。じゃあ一回整理させて。うん、それでサユが落ち着いてくれなら一回でも待つよ。黙れ。はい、失礼します。お届けに上がりました。失礼します。大丈夫なんで、そこで。ちょ、まあ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 、最後一回落ち着こうよ。は？何が落ち着けなの？もういいよ。この名刺が証明してんじゃん。さゆさん、ハッピーバースデー。おはよう、カズくん。おはよう、リコ。こうしてうちに来てくれてよかったよ。新山さん、松井さんは交通事故で亡くなりました。そんな、嘘だ。嘘だ。せめてあっちでは幸せに過ごしてね。もう行かないと。またね。世の中っていうのはどん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 厳しくなっていく一方ですが、人類の数はどん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 増えていっていますね。人類の数が増えていくというのは食糧難、まあ、この問題が大きく関わってくるように思います。これから先、私たちが行く未来で食糧難問題がはびこり、
世の中は絶望になるでしょうか。私はその中に一つの希望を見出したいと思います。それが昆虫食です。それではやっていこう。これをちょっと開けていきましょう。中身はこんな風になっています。本当にコオロギの感じは全くしないですね。はい、まあ、これだったら食べれると思います。ぜひこれから先来るかもしれない昆虫食の未来、それに対して予習をしていくというのもいいんではないでしょうか。もう一度だけ言うぞ、俺は今日の夕飯はコロッケがいいって言ってんの。君は本当に分かってないね。今日の夕飯はムニエル以外ありえない。お前とは本当意見合わねえな。もうコロッケのあのサクッとした衣が俺のこと呼んでんの聞こえる？聞こえないね。君はむしろ感じないのか。ムニエルの芳醇なバターの香りが漂ってきている。来てねえって。もうお話にならない。コロッケ以外ありえねえんだって。ありえないのは君の方だ。ホフトジョン、ちょっとええかな。今日の夕飯ハンバーグにしようかと思うんやけど、ええか。ハンバーグがいいです。よし、じゃあとりあえずは今後のなんか方針みたいなのは一応資料にしてもらえるということになったので、まあ次ちょっと一旦休憩にして、次また配送状況とかちょっともう一回確認しましょうか。はいはい、はい、じゃあ一旦休憩にしますんで20分ぐらい。はい、じゃあ全然ビデオオフにしていいからね。僕はビデオオフにしますね、はい、どうですんだこれ合ってるかな。はい、ビデオオフにしまーす。はい、休憩で。よいしょ。あー疲れたね、ほんと。あー桜井さん、内村くん、いやー村でもね、桜井さん、桜井さん、僕はずっと家にいるからね、大変だよね。桜井さん、映ってる、映ってる。ちょっとどうしよう、え、どうしたらいいですか、これ。あー大変だわ、ほんと。え、どうしようかな。聞こえてない、聞こえてないんですか。今日は番組が希望、弱さの吐け口となるもの、皆が諦めてしまうもの、すぐに壊れてしまうもの、希望、生まれた時からあるもの、誰しも支えとする今まで夢を見てたのか、今夢を見ているのか、夢であれと私は願う。
っていくらなんでもそれ嘘ってわかるわ。そうか、脅かしになってへんもん。河内屋の恋さん脅かすんやったら過ぎるか過ぎへんくらいがちょうどええんや。例えば、例えば私お店から1000円も寝こばしたことあんねんでとか、不治の病であと100日で死んでしまうやわとか。あんまり重すぎん。これはどうや、私の背中見たことある、大きな女郎蜘蛛の入れ墨しょってんねんなんて。でもあの子に通じりやるか。ほんならあんたんとこん旦さんが目かけか凍てるとか。そらあんまあげつないとちゃうか。せやったら昔に人一人首絞めて殺したとか。でも一つだけほんまの話やってん。え、どれ？それでね、昨日もここでやったんだけど、授業今日10分前に起きちゃってさ。それマジでやばくない？でしょ？しかもそれカメラマンの授業で間に合ったんだけど。ん？全然聞こえない。気になる。え、本当？あーね、ていうかもう残り1分っていう表紙出てるよ。あ、本当だ。これってもう終わりかな？もう終わりだね。早く会いたい。いつか会えるよ。すぐ会える。今にでも。会えない。二人だけで会えばよくない？なんだか遠くなってしまったみたい。私だけ取り残された気分。エリサと話すと楽しいわ。私もだよ。最近彼氏とはどうなの？会ってないんでしょ？不安なんないの？昨日もそれで喧嘩した。前みたいに会いたいだけなんだよね。
もしもし。嫌いになったわけじゃないよ。二人だけで会えばよくない？これ最近彼女とも会えてない？うん、全然会えてない。全然会えてないか、どんぐらい会ってないの？もう2週間とかそれぐらい会えてない。少ない？1週間か、きつ。会いたくならない？まあ会いたいけど。遠く離れていてもうまくいくはず。きっと彼女となら。もしもし、久しぶり。いつまで寝てんだよ。なんでよく生きてこれたね。暗いよね、もっと頭。今まで何してきたんだよ。気持ち悪い。優先順位を考え、悩みがまたそこでいいよね。人のことも考え、あんたを中心に世界は回ってないんだよ。そんな上司ちゃんだけじゃ生きていけないんだぞ。人をイラつかせる天才だよ。悩みじゃないのに、ほんといい人だよ。あんたには勝手にしろ。ちょっと待って、早いでしょ。もうそんなことやる。あなたがやったんでしょ。勝手にしろ。黙れ。大丈夫、きっといいことあるさ。人のちょっとずつ成長はしてるよ。自分のことが情けないとか思わないの？誰かのことを騙すよりかは、よっぽどいいよ。誰かはきっと見ててくれる。今日も一日頑張ろう。
やりたいこと。夢とかあんの？夢？うん。パクチー。パクチー。あ。あ、パクチー。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 パクチーだよね。パクチー。うん。晩はカレーかな。
アイドルになりたい。蛍光灯の明かりじゃなくてスポットライトに照らされたい。みんなに笑顔を届けたい。そう思ってる。世の中アイドルなんて飽和して、私なんか必要とされていないのかな。でもなりたいの。ペンライトの海、触れる熱、揺れるパニエ、アイドルの魔法、最強の私、そしてあなたに会えるのを待ってる。どうしたの？傘もささないで帰ってきて。喧嘩？そっちがいい。あら珍しい。もしもし。ありがとう。
そー暇だ。お疲れ様です、貧乏人ども。お疲れ。何？どういうボケ？石油でも当てたの？いや、実は宝くじを当てましてね。え、マジ？いくら？2億です。2億？やば。これから銀行で換金してくるんですよ。ちなみに、今先輩が強盗してこないかが一番心配ですけどね。しないわ。何買うとか決めてんの？とりあえず、Amazon で Amazon 買おうかなと思います。いや、Amazon で Amazon は売ってないし、2億で買えないでしょ。めっちゃ調子乗ってるじゃん。てか本当に当たってんの？このページに当選番号載ってますよ。見てください。番号は689719です。どれどれ。あ、本当だ。うん、その番号先週のあたりじゃね。え、マジっすか。本当だ。大学辞めて株で食ってこうと思ったのに、夢も希望もないな。僕はリモートで映画を作ることにした。映画制作にはハプニングがつきものだ。ちょっと待って、田所。何これ。ちょっと待って、元データ壊れてる。撮影やり直しかよ。リモートならキャストの映像は分かれてる。だから別テイクでもうまく合わせれば。田所、あんた何が目的。え、バレない。やっぱ全員が集まる日は少ないよな。10時までとか。リモートなら各自が自宅から参加できる。おお、素晴らしい。リモートなら一度も集合しないのにちゃんとみんなで作り上げてる感覚がある。俺今日リモートだから。じゃ、冬だけ。大丈夫。僕たちはちゃんと映画を作れてる。ここはどこでもない山荘。とても仲良しな二人、元気な銀髪の望みと陽気な金髪の望がいます。二人は楽しく水遊び。ねえねえ望、ちょっと望やめてよ。楽しいしいいじゃん。腹ペコになった二人は街に降りてパンやアイスを食べ歩き。うん、おいしい。のぞみ、まだまだこんなにあるよ。帰り道も幸せだね。二人は野原で一休み。のぞむ、私行きたい場所があるの。どこ？詳しくはわからないんだけど、そこにはね、桜っていう綺麗なピンクの花があるらしいんだ。すごい、私も行ってみたい。そんなこんな、二人はお外を楽しみました。私たちの世界でも、のぞみとのぞむがたくさん遊ぶこともできるよう、今はいろんなことに耐えていきましょう。二人はきっとやってきます。そんな日こそ、希望が訪れた日なのです。
お前電話出ろよ。うん、いやで、大丈夫そうなの？そっか、いやよかった。うん、いやごめんって。うん、まあ俺が言うのもなんだけど、どうにかなるんじゃね。いやそんなもんだろ。なんだろう、これ。昔は夢や目標に向かって努力していた。でも今は。今だってやりたいことがないわけじゃない。今だからこそできることがあるはずだ。あれは私が小学生の頃、祖母の家に遊びに行った時のことでした。祖母の家の近くには絶対入ってはいけない裏山があり、ねえ、いつになったら風呂入るの？いやいや、私はそこ、ほら、あとで入るからさ、ちょっと待ってください。充電がいいから早く入りなさい。すいません、ちょっと抜けます。え、これ。
どこ？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 どうした？え？大丈夫？あれから1年か。これからも特撮を撮り続けて子供たちの夢や希望ぐらい守ってやろうぜ。でも、そのためにもまず人が足りないなって。ああ、俺たちには仲間が必要だ。皆さんこんにちは。突然なんですけど、未来を変えれるって聞いたらどんなものを想像しますか？例えばバックトゥーザフューチャーみたいなものを思い浮かべるかもしれませんが、未来っていうのは所詮今の連続なんですよ。なので今を変えれば未来も変わるはずなんですよ。皆さんは今とても辛い時期にいるかもしれません。コロナウイルスによって世界中パンデミックや日本ではまだまだ数が抑えきれないっていう状況にいるかもしれませんが、今を少しだけでいいんで自分がいいと思った方向に動いてみてください。選択肢はたくさんあるんで、その中で自分がいいと思った、直感的にいいんで、それを信じて動いてみてください。そうすれば未来は変わっているかもしれません。ではまたどっかでお会いできること。
どうしたの？一緒にお家の人探そうか。早にちょっと一任しようかなと思うから、とりあえずちょっとまとめて書面にして俺に送ってくれるかな。はい、わかりました。はいはい。はい。てな感じかな今日は。そうだね。はい、うん、はい、はい、じゃあ今日はね、はい、みんな長い間お疲れ。長い間でした。はい、じゃあ終わりますね。お疲れ様です。はい、じゃあ終わります。やった。いや、待った待った待った、待った待った。すいません。あ、ちょっと俊介選手見事なダイビング。いやいやいや、ありがとうございます。住所で。あ、住所、彼氏か、彼氏か。すいません。やだよ。仲いいね。やっぱ若いな。いいね、ひなたちゃん。若いわ。やってる？若者やってる？
希望調査か。希望調査？うん。ねえ、熊川さん。何？希望ってどこにあるんだろう。希望？そうね。最近いいことが何もなくてさ、希望を見失いかけてる気がするんだよね。わかるかも。最近私も失敗ばっかりで、いいことないな。あ、これ探してたんだ。もしかしたら希望も、こういう何気ない日常から見つかるかもしれないね。てっちゃん。諦めるしか。諦めちゃダメだよ。私に残された時間はあと30分もないの。希望を捨てないで。でも今までだってもうダメって時を何回も乗り越えてきたでしょ。そうだよね。ありがとう。私やっぱり諦めない。きっとなんとかなるよね。課題レポート3000字。低予算映画なんて一番撮りやすいんだって。いやーって会社だって。次やる映画はサイコホラーものがいいですって。ホラーだって嫌いな人いるじゃん。そう、しらけるよ絶対。そんな、はい、悪魔の生贄でチェーンソーを振りますレザーフェイスから追いかけられるあの緊迫感、あんな感じのぜひやってみたい。いや違いますって。次やるべきは怪獣映画ですって。謎を秘め、吸い来る侵略者たちによる野望。昨今の特撮ブームに乗っかってすごいの作りましょうよ。もう分かってない。学生映画といえば恋愛映画。今遠くにいて会えない片思いの人からの一本の電話。君と一緒にいさせてくれ。そして囁かれる愛の言葉。それで3人ともいい加減にしてください。だいたいこのご時世で映画が撮れるわけないじゃないですか。もっと計画的な撮影を考えてください。すみません、ね、すいません。それじゃあ時間も遅いしお開きにしましょうか。はい、カット。
もしもし、今、大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。え、何？そうなの？はぁ、お腹減った。最近、みんな引きこもってるんだ。カーテンも閉めて。別に家での暮らしが羨ましいわけじゃない。だってほら見て、この綺麗な空、風もすごく気持ちいいんだ。こうやって自然の中でお散歩するのが僕は好き。別に羨ましくなんか。俺は最近大学生として一人暮らしを始めるようになった。けど今は外に簡単に出れない世の中になっている。対面授業ではなくオンライン授業、新しい友達ができるわけもなく、この前課題を提出し忘れてしまった。外に出ちゃいけないのはわかるけど、やっぱりこの授業が続くのは辛い。これから希望はあるのだろうか。だが数日前から昔片思いしてた女の子が知らない場所で現れる夢を見るようになった。その子は俺に励ましの言葉を送ってくれた。一人ぼっちだったから夢でも正直嬉しい。そして昨日、家族と友達から俺の元に手紙が来ていた。それは今俺が欲しかったものだ。読んでてうるってきたのは内緒ね。この希望が今を変えるかもしれない。少しだけでもいい。そんなことを思いながら手紙を書いてみるのだ。私、島田明日香、25歳。今、編集部でリモート会議をしている。私は見た目から想像できない秘密がある。じゃあ、これで会議は以上となります。お疲れ様でした。お疲れ様です。おっと。あれ？明日香ちゃん、つけっぱなしになってない？あ、まあ、そのうち気づくでしょ。そうですね。ビール最高。うまっ。やっぱビール最高。あれ、いや、もう遅いから。お疲れ様でした。あーすか、どうしよう、マジやった。うわー、マジはず。まあいっか。いっか。よくないじゃん。広い街中をとつとつと、何者かに追いかけられてでもいるようにかけてゆく一人の男。それを見て人々はみんな笑った。そんなことには目もくれないで、その男はもう遠くの街角を曲がって見えなくなった。すると間もなく大粒の雨がポツポツ落ちてきた。うまし方笑っていた人々は空を見上げて慌てふためき、あるものは店を片付け、あるものは馬を叱り、あるものは尻をまくって逃げ出した。
みるみる雨は横ざまに。煙突も屋根も道路もびっしょりと濡れてしまった。そしてひとしきり街がひっそり静かになると、雨はからりと上がって、さっぱりした青空には珍しいツバメが飛んでいた。そういえば卒業旅行覚えてる？ああ、函館ってやつでしょ。その後わざわざ旭山まで行ってさ。あれクソ遠かったね。まあ、ほんと懐かしいな。いやでも言うてそんな時間経ってないよ。そうだな、うん、水族館でみんなで買った人形は？うん、もちろん。いや、実は私なくしちゃってさ。俺もだわ。え、だよね。そんなあったっけ、そもそも。ほら、アキトがみんなで一緒にって言ってさ、で、金見が乗っちゃったやつだよ。そうそう、ああ、あったような、なかったような。覚えてないの？全然ダメだな、覚えてないわ。あれ、アキト君？あ、ごめん。なんでもない。そっか。じゃあ、そろそろ早起きしよっか。みんなも明日早いだろうし。俺まだ全然いけるよ。あんた暇じん？みんな忙しいの。はいはい。じゃあ、今日はこの辺にしますか。うん、そしたら。またね。じゃあね。だね。またね。じゃあね。じゃあね。はい、もしもし。はい、あ、お世話になってます。はいはいはい、あ、はい、わかりました。はい、あ、はいはいはい、あ、はい、わかりました。はい、あ、はいはいはい、あ、お願いします。はい、失礼します。
消えてるわ。よし、ゲームやるか。あなたの存在があるだけで世界は美しいと思った。ずっとあなたの隣にいられると思っていた。あなたはとても繊細だから気づかれるのが怖かった。いつもあなたでいっぱいだった。いっぱいだったから流れた時たくさん悲しかった。あなたと離れて人を愛するということを知った。とても美しいあなたを私はとても誇りに思っている。あなたにとっても私にとっても永遠であってほしい。明日はきっといい日になる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 。明日はきっと。
で。こうなるぞ。聞こえてますか？返事をしてくれると助かります。はい先生、しっかり聞こえています。ありがとう。ふんぎゅん。ああ銭質の終わりか。銭質はただのスマートフォンアプリではありません。すべてのスマートフォン、パソコンにとってはあらゆる仕事や創作活動がぐっと身近になる。銭質は実スマートフォン、もはやスマートフォンではありません。
辛い時、辛いことがあるからこそあるのかなって、存在するのかなって。でも人に褒められた時は結構ええやんってなりますよ。音楽を聴いてる時です。ん、何かしら結果が出た時、すごい小さいことだけど、自分でなんかこれ良かったなって一つ思えることがあったときは、まあ希望を感じるのかなって思います。大切な人に会う瞬間です。やっぱり人は人に会うことでしか生きていけないんだっていうふうに思いました。それこそ10代20代の人たちの笑顔とかなんか頑張ってるのを見ると、うわ、めちゃめちゃ希望を感じますね。
気持ちはもうあればね。早起きしすぎたな、だけどそれもワクワク。なんかおかしいかも、ちょっとちょっと待って待って。なんでこうなっちゃうの、不安焦り。低予算映画なんか一番撮りやすいんだって。いやーって会社だって。次やる映画はサイコラーものがいいっすよ。